小平市の令和3年度予算案の概要並びに主要事業につきまして発表させていただきます。お手元に早まさせていただきました令和3年度予算案の概要に沿ってご説明を申し上げますのでご参照ください。最初に資料1ページをご覧をいただきたいと思います。令和3年度小平市の予算の概要でございます。令和3年度は新たにスタートする小平市第4次長期総合計画に示している将来像、つながり共に作る町小平の実現に向け、住民に最も身近な基礎自治体として市の担うべき役割を見定めるとともに、職員一人一人が市の置かれているこれまでにない危機的な状況を認識し、地域における多様な主体と連携して求められる行政事業に的確に取り組むための予算として編成をいたしました。また4月に市長選挙が控えておりますことから、一般会計におきましては4月以降の市長が新たな施策を実現するための財源的な余地を残し、同時に新型コロナウイルス感染症への対応の取り組みについては予算措置を図るなど、できるだけ市民生活に影響が生じないよう、いわゆる骨格予算として編成をいたしました。予算規模といたしましては、一般会計は686億7千万円で、前年度の当初予算との比較では4億1600万円 0.6% の減となります。次に資料2ページ令和3年度予算のポイントでございます。まず令和3年度予算は骨格予算として編成しているため、原則として新たな施策や既存事業の拡充、建設事業に関わる経費などは市民生活に影響が生じない範囲で限定しております。歳入では根幹となります市税につきましては、個人市民税、法人市民税、固定資産税や都市計画税の減などにより前年度と比べて13億4300万円 4.4% の減を見込んでおります。一方、地方交付税につきましては、市税収入の減などにより引き続き普通交付税の交付団体になると見込み、前年度と比べて1億1300万円 13.7% の増としております。その上で不足する財源につきましては、基金の活用や臨時財政対策債の発行などにより補填しております。歳出では扶助費につきましては、障害者自立支援給付費、民間保育園運営費や住居確保給付金の増などにより、前年度と比べておおむね6億2000万円 2.7% の増となります。物件費につきましては、学校給食センター、調理配送等業務委託などが減となりますが、中学校弁当給食、調理等業務委託や学童クラブ指定管理料の増などにより、前年度と比べておおむね2億8000万円 2.5% の増となります。投資的経費につきましては、私立保育園、園舎建築補助などが増となりますが、花小金井南中学校地域開放型体育館新築工事や小川駅西口地区市街地再開発事業などの減により、
前年度と比べておおむね13億9000万円 32.7% の減となります。次に資料の3ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症への対応といたしまして、令和3年度の主要事業に盛り込みました取り組みは9つございまして、総額ではおおむね1億3000万円を予算措置いたしております。また令和3年度、予算における行財政改革への取り組みにつきましては、市税の大幅な減収に対応するため予算見積もり額に上限を設けた結果、一般財源としておおむね7億6000万円を節減いたしました。このうち前年度に引き続きより効率的な行財政運営の取り組みを進めた効果といたしましては、おおむね1億2600万円を見込んでおります。主な内容といたしまして、歳入確保策では道路占用料の見直しなどにより、おおむね1200万円の増収を、歳出削減策では内部努力や施策の見直しなどにより、おおむね1億1400万円の削減を図っております。